7月25日のリビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリチャペルの副牧師倉地慶です。今日も神様の御言葉を共に黙想し味わってまいりましょう。2歳半になりました私の息子が最近初めて暗唱聖句をしました。母親に言われて覚えたのでありましょう。家に帰りますと、主は私の牧者と言いました。そしてその後に、私は楽しいことがありませんと言うではありませんか。それは違うでしょう。乏しいことはありませんでしょうと、そう言いますと、本人も分かったのか、ケラケラ笑いながら、私は乏しいことがありませんと、やっと言うことができました。私たちのイエス様は、良き羊飼い、この方に従っていくと、御言葉を通して、素晴らしい養いをいただくことができます。今日は列王記第2、23章の1節から9節を通して、御言葉を実行する決断が必要ですというお話をさせていただきます。列王記第2、23章1節から9節。すると王は使者を遣わして、ユダとエルサレムの長老を一人残らず彼のところに集めた。王は主の宮へ登っていった。ユダのすべての人、エルサレムの住民のすべて、祭司と預言者および下の者も上の者も、すべての民が彼と共に行った。そこで彼は主の宮で発見された契約の書の言葉を皆彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。それから王は大祭司ヒルキアと次席祭司たちおよび入り口を守る者たちに命じて、バールやアシェラや天の晩鐘のために作られた器物をことごとく主の本堂から運び出させ、エルサレムの郊外ギデロンの野でそれを焼き、その灰をベテルへ持って行った。彼はまたユダの王たちが任命して、ユダの町々やエルサレム周辺の高きところで香をたかせた偶像に仕える祭司たちを、またバールや太陽や月や星座や天の晩鐘に香をたく者どもを取り除いた。彼はアシェラ像を主の宮からエルサレムの郊外ギデロン川に運び出し、それをギデロン川で焼いた。彼はそれを粉々に砕いて灰にし、その灰を共同墓地に撒き散らした。さらに彼は主の宮の中にあった神殿壇上の家を壊した。そこでは女たちがアシェラ像のための覆いを織っていたからである。彼はユダの町々から祭司たちを全部連れてきて、ゲバからベールシェバに至るまでの祭司たちが香を焚いていた高きところを怪我し、門にあった高きところを壊した。それは町の司ヨシュアの門の入り口にあり、町の門に入る人の左側にあった。高きところの祭司たちはエルサレムの主の祭壇に登ることはできなかったが、その同輩たちの間で種を入れないパンを食べた。ヨシア王は女預言者フルダを通して語られた言葉を聞くと、すぐに宗教改革を実行いたしました。4節以降、彼は主の宮から始めてエルサレム郊外ユダの町々に至るまで、神様に喜ばれないもの、偶像や
その他のものを取り除くということをいたします。主の御心を知るときに、私たちはこの世の価値観ではない天国の価値観に生きるように変えられるのでありましょう。でも注意しなければならないのは、自分がクリスチャンになって心を燃やされているからといって、他人のものまで、未信者の家族が持っているものまで勝手に捨てたり焼いたりすることはできません。ヨシア王は国の指導者としてそれが許されましたが、私たちがそれを適用するときは注意して、まず自分自身の生活に改革を進めていく必要があるでしょう。それを通して周りの人に良い証を立てていくことができたら幸いです。22章の3節を見てみますと、一つのキーワードが出てきます。何度も使われています。それは契約という言葉です。23章の3節、それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くして精神を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わったと何度も出てきます。神様の御言葉は私たちへのラブレターでありますが、同時に双方向の約束を交わす契約書という側面もあります。アダムとエバの時から始まって、イエス様の新しい契約まで、聖書は契約ということを一つの大きなテーマにしています。何を隠そう、私の名前はクラチケイ、契約のケイという字です。創世記の17章、アブラハムの契約から親が名付けてくれました。幼い時はちぎりちゃんなんて間違えられたこともありますが、契約というのは一枚の契約書を二つに破って、片方をそれぞれが持っている、二つ合わせて一つになるというのは意味深いことです。神様がアブラハムと契約を結んだ時に、創世記15章で動物を二つに裂いて、その間を主が通られたということが書かれてあります。ヨシア王様は23章の3節で主の前に契約を結んだと、そうあります。主の宮の柱の脇に実際は立っていたんですが、聖書は主の前にとあります。この前にというのは顔の前に、御臨在の中でという意味です。ですから彼はただ律法の書物を読んだというよりは、主の御顔の前で神様が語られる声として御言葉を受け取ったということができるでしょう。ルカによる福音書の19章に主税人ザーカイの話が出てまいります。イエス様がエリコの町に入られると、ザーカイはイエス様を見たいと思いましたが、なかなか見ることができない。イチジクグワの木の上に登りますと、イエス様がその下に立ってくださって、ザーカイよ、今日あなたの家に泊まることにしているから急いで降りてくださいという感動の場面であります。少し話は変わりますが、アメリカのプロバスケットボールのスーパースターといえばマイケル・ジョーダンでありますが、大活躍をした背後にこんなストーリーがあるそうです。彼は小さい時からバスケットボールがあんまり得意ではありませんでした。いつも友達になじられて家に帰っていましたが、家に帰るとお父さんが彼を迎えて大きなリングを用意して一緒に練習してくれた。彼がどんなボールを投げたとしても地に這いつくばるようにして、すべてそれを受け止めて、その調子うまいぞと励まし続けてくれたおかげで、彼はバスケットボールが好きになって、そしてあのような有名な選手になったという、このストーリーに私は感動しました。イエス様も同じようにザーカイの木の下に立って、あなたの人生がどんなであったとしても、どんな失敗があったとしても、周りの人に嫌われていたとしても、劣等感があったとしても、私はそのまま受け止めますよと
イエス様の大いなる愛に受け止めていただいたときに、彼の人生は新しく変えられたということができます。そしてイエス様は、今日救いがこの家に来た、この人もアブラハムの子なのだからと、ザーカイに仰天するようなことを言われました。それは、神様とアブラハムが結んだ契約を神様は忘れておられないという意味です。たとえ人間の側が契約書の半分を失っても、存在に扱ったとしても、私たちの神様はしっかりとその片側を握りしめて、私たちのことを忘れられないというメッセージ。アブラハムのゆえに、ダビデのゆえに約束を実行してくださる。ヨシア王が民と共に神様の前に結んだ契約、それは人間の側では不十分でした。約束しても民はまた神様を離れ、そしてユダヤの民は滅亡の道を歩みます。でも主の御前でなされた契約を神様はお忘れになりませんでした。主の御臨在に生きるクリスチャンライフは、それほど恵みにあふれたものであることを心に留めて歩んでいきましょう。イエス様は十字架にかかられる前夜、パンを取ってそれを裂いて、ちぎって弟子たちに渡されました。またブドウ酒を取って、これはあなた方のための新しい契約ですと、そうおっしゃってくださいました。罪のない子羊自らが契約の実行者になってくださったおかげで、私たちはどんな罪があっても、汚れがあっても、神様の愛によって、解放されて生きることができます。今日もこのイエス様を見上げ、主がお約束してくださっている幸いな一日を過ごさせていただきましょう。お祈りを捧げします。愛するイエス様、感謝します。どんな弱い存在も両手を広げて受け止めてくださる限りのない愛に支えられて、今日も安心して一日を過ごすことができますように、キリストによる愛の宗教改革を私たちの人生に実現してください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。